こんにちは。ご参加ありがとうございます。Google のソフトウェアエンジニア、ジョン・ハワードです。この2年間、イスティオのメンテナンスを担当しています。イスティオコミュニティがどのようにKubernetesと連携して、イスティオが依存する API と機能の一部を標準化し、Kubernetes に提供しているか。それがイスティオとより広い Kubernetes コミュニティに、どんなメリットがあるかを説明します。今日お話しする重要なことの一つは、Kubernetes の新しい API、ゲートウェイ API です。イスティオゲートウェイ API と混同しないでください。この API とは何か、なぜこの API が必要なのか、イスティオにとっての意義は何か、そして将来の計画について少し掘り下げていきます。次に Kubernetes と連携して取り組んでいる他の分野も説明します。マルチクラスターやよりネイティブなサイドカーのサポート、Kubernetes でのよりネイティブな総合 TLS サポートなどです。その説明に進む前に、Kubernetes のネットワーキング関連 API の現状について、特にイングレストラフィックに関して説明します。これはクラスターの外部からクラスターに入るトラフィックです。Kubernetes はこれを行うイングレスリソースを Kubernetes のごく初期の頃から提供してきました。これで何ができるかというと、この例のように、多数ハローにマッチしたものをハローワールドサービスに送るといったことです。この API は素晴らしいです。とてもシンプルなので、理解しやすく始めやすいです。これは API にとって最高の褒め言葉です。また、ベンダーに縛られません。Kubernetes は API を提供しますが、標準化された実装はありません。代わりに多数のさまざまな実装があり、機能や性能にさまざまな違いがあります。Istio はそのうちの一つです。ここでは Ingress リソースを実装しています。NGINX Ingress など他にもたくさんあります。HAProxy のものなどもあると思います。この API の周りには広大なエコシステムがあります。API の良い点のいくつかは API の悪い点でもあります。シンプルですが、しばしばシンプルすぎます。イングレスのニーズに対して様々なものが望まれます。テレメトリーやセキュリティポリシー、API が提供するものより豊富なトラフィックルーティング機能などです。API がとてもシンプルなので、すべてに対応できません。これらの異なる実装が、すべてが API を拡張するための様々な方法を考え出しました。NGINX Ingress には様々な設定を行うためのアノテーションが多数用意されています。欲しい機能をすべて設定できるのですから、これは素晴らしいことです。一方、管理も難しいです。これらのアノテーションもすべて覚えなければならず、スキーマもありません。継承機能もあまり強力ではありません。ドキュメントの内容は理解しにくいかもしれません。型に関してはすべて文字列です。Ingress のようなリッチな構造はもうありません。総じて API にファーストクラスのリソースを含めるのではなく、すべてをアノテーションに入れるのは良くないことです。そこで Istio を含む他のプロジェクトがたどった道は、Ingress を他のファーストクラスの Kubernetes リソースに置き換えることです。Istio ではゲートウェイと仮想サービスの API を使って Ingress トラフィックを構成することを推奨しています。これらの API には良いところがたくさんあります。特に重要なのは表現力の高さとカスタマイズ性の高さの2点です。この仮想サービスでは任意のヘッダーに対するヘッダーマッチングを行っています。Ingress API ではできないことです。これはほんの一例です。ドキュメントを見ると100の異なるフィールドがあり、さまざまなルーティングのカスタマイズができます。ほぼすべてのユースケースをサポートする豊富な機能セットがあります。必要で非常に重要なのは一貫した API を持っていることです。それをメッシュとイングレストラフィックに使用します。一般的にイングレスリソースはイングレスの構成だけのものです。そのため必要にはややスコープが狭すぎます。我々独自の API で問題になるのは、いくつかのエコシステムとの統合がされていないことです。サートマネージャーやエクスターナル DNS のようなサポートもありますが、すぐに使えるエルメチャートを適当なアプリケーションにデプロイして、仮想サービスを作成するといったことを実現するのは、イングレスリソースを作成する場合より困難になります。それに加えて、ブログやドキュメント、事例などの問題があります。
イングレスの場合、その数はコアクベネティスの一部であるため、仮想サービスより多くなります。また他の実装との総合運用性も最小限にとどまります。これは他のプロダクトで必要なネイティブ API を直接使用していないことがほとんどのためです。ほぼ全員が実装しているイングレスではなく、必要がほとんどを実装しています。これらの問題を解決するために Kubernetes コミュニティは Istio や他の多くのイングレスプロバイダーと密接に協力して Gateway API と呼ばれる新しい API を作成しました。 Istio のものと同じ名前がついていますが、これは別のリソースです。そこのネーミングで混乱しないようにしましょう。ここでのアイディアは、さまざまなイングレスコントローラーで得られた知見をKubernetes エコシステムの一部となる新しい API に適用することです。コア Kubernetes または Kubernetes の公式 CRD にあるかどうかは問いません。そうすることで全員で共有される共通の API を再び利用できます。Ingress のようなほとんどのユースケースで、シンプルすぎるといった問題はありません。API は拡張性の概念を重視して設計されています。Istio には Istio や他の少数のプロダクトにのみ実装される機能が常に存在することを知っています。他のほとんどのプロダクトで実装できない場合、Core API に配置しても意味がありません。しかし Istio はこれからの機能を引き続き提供できるようにする方法が必要です。API 開発にあたっては、拡張性と Istio やその他のプロダクトが必要とする、カスタム機能などを実践するためのハードルを下げる方法について、多くの作業が費やされています。後で詳しく説明します。これは API の概要です。よく見ると、Istio とよく似ていることがわかります。これは意図的なもので、API を非常に気に入っている理由の一つは、API が Istio にもたらした多くのメリットをメインストリームの Kubernetes に還元したことです。Istio と同じようにゲートウェイとリソースがあり、これが上位のロードバランサーを設定します。例えばポートを開放したい、TLS 証明書を提供したいといったことを実現します。さまざまなネームスペースからルートを取り込むことができ、さまざまなユーザーがこれを制御できます。例えば、フーサービスを所有するアプリケーションチームがあるとします。food.example.com にアクセスしたら、フーサービスに移動し、ヘッダー操作ルール、ロギングルール、セキュリティポリシーなどを適用できます。バーネームスペースは独自のバールールを作成し、必要なルールを適用でき、それらはすべてゲートウェイで統合されます。So I want to highlight specifically side by side of these new resources and the Istio ones. So this is an example. I have a Kubernetes Gateway and Istio Gateway. And they're both doing the same thing. That is exposing the domain example. Domain example. Over port 80, and we're deploying this to the HTTP traffic. So what's the shape of the API? It's slightly different. They are largely doing the same thing.ルーティング API で非常によく似ています。両側で URL をマッチングしています。宛先に死に身をつけてルーティングすることもできます。重みをつけてルーティングすることもできます。Istio にある多くの機能は、Core の Kubernetes API の一部になります。Istio での実装方法の検討についてお話します。目標の一つは、Istio が現在提供している豊富な機能のすべてが、新しい API で引き続き実現できることです。Core にすべてを含むものではありません。機能のすべてが Core API、Google 多くの機能を提供します。これらの多くの機能は様々な制限のために、現在、他のすべての実装では提供されていない、または提供できないものです。代わりに拡張機能があります。これらの拡張機能については後で詳しく説明します。もう一つの重要な点は、Istio リソースと Kubernetes Gateway API との総合運用性を確認することです。Istio リソースか。Kubernetes Gateway API リソースのどちらかしかない。壁で区切られた空間を作りたくはありません。クラス内でミックスでき、シームレスに移動できるようにする必要があります。古い Istio リソースを使用するドキュメントに沿って作業する場合、Kubernetes Gateway リソースがあっても必
き続きそれらを使用できます。移行がとても簡単になり、無理に一度にすべてを移行する必要はありません。すべてを移行したいというユーザーのために移行を支援するツールを用意したいと考えています。先ほど拡張性について触れましたが、その仕組みを2つの例でご紹介します。現在の Istio では、多くの構成にこのような暗黙的な仕組みが存在します。ここでは宛先ルールを例にします。ホストはハローワールドです。不可分散ポリシーを適用したいと考えています。どこに当てはまるルートがあるかもしれません。ハローワールドにトラフィックを送るルートです。この2つのソースの間には明確なリンクはありません。しかし Istio は宛先ルールのハローワールドと HTTP ルートのハローワールドは同じ意味だと理解できます。トラフィックがこのルートを通るときは、この負荷分散ポリシーを適用し、期待通りの結果を得ることができます。Istio のリソースに相互運用性を持たせたいということを話しました。このような理由から、これは非常によくあることです。しかし API が推奨しているアプローチは、より明示的な仕組みを用意するというものです。ホスト名で暗黙的にマッチさせるのではなく、ポリシーはここでは宛先ルールですが、トラフィックに影響を与えるものであれば何でも構いません。テレメトリーポリシーやセキュリティポリシー、ルーティングポリシーなどが考えられます。さまざまな場所にアタッチするための共通の方法があります。この例では、ターゲットとなる参照情報があります。この宛先ルールは、ルートと名付けられた HTTP ルートにアタッチします。この HTTP ルートを明示的に指し示しています。これの素晴らしいところは、優れて明示的であることです。何をしようとしているのかが明確になります。ポリシーツリーのグラフを表示するツールで、複雑な状況にも対応できます。もう一つは異なる実装感で共通化できることです。Istio 固有の CRD である宛先ルールがありますが、NGINX のタイムアウトポリシーがあるかもしれません。ターゲット参照の API は全く同じです。ベンダーごとに完全にカスタマイズされた拡張機能であっても、どのようにアタッチされているかを表現する共通の方法があります。ここで注意したいのは、API はまだアルファ版です。これまでの話は全て暫定的であり、非常に変化しやすいものです。今回のスライドも数時間前に変更しました。API にマージされた新しい PR のためです。急速にイテレーションが進み、しかしこれは今すぐに API を試してみる絶好の機会となります。現在、フィードバック大歓迎です。ユーザーのニーズを満たす必要な変更を行うことができます。ぜひ試してみてください。Istio は現在サポートを提供していますので、以前のバージョンの API を試してみて、気に入った点や問題点などを確認できます。私たちの楽観的な長期目標は、Istio の安定したネットワーク API になることです。置き換えという単語は古いものがなくなってしまうような感じがするので避けたいです。必ずしも置き換えではなく補強しています。Kubernetes の新しい API の追加に似ています。Ingress API がなくなることはありません。何十万もの仮想サービス、ゲートウェイや宛先ルールなどが、何千何万ものクラスターに存在していることは分かっています。これらをすべて新しい API に移行することは、短期的にもおそらく長期的にもありえないことでしょう。これらを引き続き残すことを意図しています。ゲートウェイ API が推奨され、ドキュメント化されたおすすめのパスになるかもしれませんが、古いものも残します。先に述べたように、これらの間には相互作用があります。ハードな移行をする必要はありません。この API にはとても期待しています。先ほども言いましたが、ぜひ試してみてください。Istio や Kubernetes へのフィードバックを待っています。皆さんの Ingress の使用方法を教えてください。少し話題を変えて、マルチクラスターについてお話しします。Istio は初期の頃から複数のクラスターにまたがるメッシュをサポートしてきました。Istio 以外ではマルチクラスターという概念があまり使われていなかったため、
自分たちで多くのことを考えなければなりませんでした。それ以来、多くのプロダクトが同じことをしてきました。10種類のプロダクトと12種類のマルチクラスターの実装方法があるということです。Kubernetes はこれを見て、マルチクラスターのサービスディスカバリーを表現する標準的な方法を考え出しました。メイはタイを表すという通り、マルティサービスディスカバリー API です。この API についてコミュニティと協力して、API が私たちのニーズを満たし、実装をサポートできるようにしました。マルチクラスターのために何ができるか期待しています。API の概要を説明します。2つのコアコンポーネントを中心に展開します。一つはサービスのエクスポートで、このサービスはクラスターセット内のすべてのクラスターからアクセスと宣言できます。クラスターセットとは、複数のクラスターを連結したグループに付けられた名称です。この例では、レーティングサービスのエクスポートを行っています。つまり、レーティングサービスはすべてのクラスターにエクスポートされるべきです。魔法マルチクラスターサービス、ディスカバリーコントローラーから起こります。コントローラーがこれらのエクスポートを読み取り、すべてのジョイントクラスターにサービスインポートを作成します。これに続いて DNS が設定されます。そのための IP が確保されます。クライアントはクラスターセット全体で容易にサービスを呼び出せます。繰り返しますが、これは初期のアルファ版 API です。Kubernetes への対応については、Istio は他のプロジェクトからも多数投資が行われています。これが実現するのをとても楽しみにしています。サイドカーをよりネイティブにサポートすることにも取り組んでいます。Kubernetes は Pod 内の複数のコンテナをサポートしていますが、それらの間には実際には何の関係もありません。理想的な世界ではアプリケーションポッドの実行時には Istio が常に実行されます。そのため常にポッドからの接続が可能です。現実ではポッドが起動した時にアプリケーションポッドと Istio の間でいわば競争が起こります。アプリケーションが先に起動すると Istio が起動している。最初の数秒間はネットワーク接続がなくなります。ここでは Istio のトップ課題と Kubernetes のトップ課題を紹介しました。どちらも同じでコンセプトに基づいています。Kubernetes の状況を改善したいという要望が多数あります。Istio と Kubernetes の両方のコミュニティから、そして他のサービスメッシュからです。残念ながらこれは技術的に難しい課題で、ここ数年ずっと取り組んできたプロジェクトです。現在も Kubernetes の SIG ノートチームと一緒に取り組んでいます。これらのニーズを満たし、 Kubernetes 自体を改善して Istio に役立てる方法を模索しています。今は時間がないので多くは語れませんが、これは他のものよりずっと早い段階です。実は完全に承認された KEP でもありません。設計の初期段階にあります。Istioにとって興味深いのでお話しします。Kubernetes でファーストクラスのサポートを追加して、MTLS 証明書を管理するというアイデアを検討してきました。しかるべく構成されている Pod が起動すると自動的に MTLS 証明書を取得します。Kubernetes がロテーションや取り消しなどを処理します。ということは、Istio は証明書の管理から解放されます。Kubernetes に依頼すればいいので、Istio の運用負担はかなり軽減されます。ありがとうございます。ございました。Istio がKubernetes コミュニティと取り組んできた内容を紹介しました。ご意見、ご質問をお待ちしています。では。